どうも、エルザレッドです。それではモンスターハンターワールドアイスボーンやっていきましょう。今回は調査班リーダーと話すということで、なんか新しい言葉に向かうみたいですね。順言って呼ぶのかな。名前の中二病感がねそんなこと言ったら怒られるね。さあ、ただ話す前に食事だけ済ませておこう。いやー、前回ね、あの装備見て袋かなとは思ったんですけど、まあそれよりちょっとストーリー進めたいんでね。いやー、でもそうだね、それはもう視聴参加型とかちょっとする予定があるんで、その時にしよっかな。じゃあ話しかけましょう。おう、さあ時間ですね。覚悟を胸に船に乗ろう。全ては指示がある。調査が指名した場所へ向かうんだ。そこでは何が起こるか分からない。本当に分からない。もし少しでも不安があったらもう一度装備の見直しを進めるよ。うん、じゃあな。そうだね、結局ネルギガンテは合わなかったよ。ああ、はいはい。行こう。さあ、行きましょう。なし。流血症の血みたいな感覚だね。ゼノジーバか。あんな感じだね。さあ、どんな場所なんだろう。超楽しみなんだけど。いや、こういう新しいマップやっぱ楽しみだよね。毎回ね。いやー、いいねー。モンハンはこれが醍醐味的なところあるもんね。新しいモンスター、新しい場所とかね。さあ、ムービーが始まりましたね。大いなる存在とは、おそらく生態系を根源から崩壊させるほどの影響力を持っている。血脈が世界中に通じている以上、いつどこでその影響が発露したとしても不思議じゃない。万が一本当に存在したとしたら、何としても止めるんだ。向こうでは何が起こるかわからない。だが俺たち全員で必ず成し遂げよう。はい。お。懐かしいな。作り直したのか。こちらに来て初めて作った試作気球第1号を元にな。他の試作は全て解体したが、これだけは残していた。よかった、これでこいつも皇族の役に立てる。本当に残るのか。道を譲るのも私たちの役目。今回の調査は彼らが切り開いた道よ。先輩としてこんなに誇らしいことはないわ。まあそうなんだがな。おばさま、これを持って行って。いいえ、おばさまも行きましょう。これは調査団の調査でもありますが、お師匠様からおば様への課題でもあったはず。立ち止まったら永遠に止まってしまいます。行くんです。
まあ、調査団としては一騎団は居残る方針だが、個人としては断固行くべきだな。おとなしく座っていられる柄でもあるまい。そうね、じゃ行ってくるわ。予想通り地殻変動の形跡があります。行こう、着陸だ。なんかすごい物騒な形してたね。大いなる存在が、何が起きるか分かりません。どうか慎重に。さあ、アイテムをね、そういえば全く整えてなくて、前回から対保留でいいとして、免疫にしとこう。何があるかちょっと分かんないからね。で、呼べるのはやっぱ一回出会ってからだね。行こう。すごい、誰も来たことがないはずなのに松明がある。なんかこれ昔の火山思い出すね。決戦場、お方向、ネルさん来ましたね。ユキガンテ、どうして？それにいつもとは雰囲気が。あのネルギガンテを退けなくては。相棒、どうかどうか気をつけて。ダメージは入るのよね、それ。痛い痛い痛い。さあ、攻撃パターンがどんな感じになってるか。この前ちょっと歴戦、おお、乗れた。歴戦してきたんだけど、なんかさ、もう角が全然違うもんね、感じが。待って待って、そんな長くするとか。痛い痛い痛い、それ地味に痛い。エネルギーガンテの耐性ちょっと欲しいんだよね。あ、ダメか。やれ、ミケラもやるんだ。こっち向くからダメ。いや、ミケランジ抜くタイミング完璧だった。今は尻尾だね、弱点。
んだ今の。痛い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 。それ地味に痛い。出るかなと思ってて、まさかこのタイミングで出ると思いもしなかった。まあでもこの場所はモンスターと一対一するなら楽だね。噂で見えます。やっぱ人気だね、変わらず。やっぱネル強えな。このすくい上げが結構基本ってかきついね。あ、まあ、いいか。やっぱ弾かれるよね。
ルギー探偵はやっぱかっていう強さだね。痛い。痛い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 、そのそれきついって。あのさ、キルニが少ない攻撃はダメだ。何ちょっとジャブ覚えてるマジで。ギガンツは横も倒れることが少ないからな。ナイス。なんじゃそれ。どうしたもんかな。
ねえかな、その調査。ナイス。マジか。尻尾切れなかったよ、あんだけ切ってたけど。太鼓流骨。ああ、こんだけ戦って太鼓流骨もらえるの、なんとも言えねえな。ありがとうございました。いや、うまかったね、二人とも。まあでも、なんだろうね、そんなにいい素材が出なかったのが剥ぎ取り残念すぎる。さあ、マスターランクは22に上がりましたね。ヌルギガンテの話してたからもっと先かなと思ってたんだけど、意外と直近だったね。いやー、モーションもちょっと増えてたね。てか裂傷ダメージはほんときつい。やっぱ免疫系持っていっとくと楽だね。ありませんか。少し休んで。きっとここにいる。アイルーザあ、まさかの連戦？マジで？
ゴーレム。なんだこいつ。でも一旦戻る。さすがに。さあ行こう。これは確実に傷をつけないとダメなパターンだ。なんで色が変わった？傷つけたから。ダメージめっちゃ通るの。おお、ナイス。なんだお前。本当に。あ、やっぱ傷がついて茶色くなるか。なんか音がアラビアンな感じ。やっぱでかいと耐震が必要なんで。ドン。あ、しちゃい。危ない。いやだよ、出しますそれは。潜った。歌の正体は翼の振動で発する音。見えない見えない。いやでもさ、200ダメージ与えるのは助かるね、やっぱ体験ね。お、危ねえ。さあ、しっぽしっぽ。
ハンマーできたら超気持ちよさ。でもこの時したら多分使ったら狙えないよね。卵を合わす。なんか600ぐらいダメージ入ったけど、何のダメージだろう。弱くして、よし。こりゃなかなか起きれんわな。はてなはてなはてな。そう、おお、すごいすごいすごい。次こっち。あ、確かに爪がない火は。いや、そんなことない。攻撃が当たらない。あー、ずれたー。これ弓めっちゃ弾かれるんだろうな。
ダメか、真下はダメか、見えない見えない。重傷です。そのまま通ると通り攻撃を。ターゲット僕か今。いや V 破壊してるんだろうけど、どこを V 破壊してるのか全然わかんない。タイミング合わなくなってきたね。失敗したらそうなるよね。ちょっと使わせた。回復回復ドン。なんかライフが高いって感じか。見えないのは卑怯だって。研ぎが落ちるの早いぞ。さあ、どこの部位を破壊したの。
イミングかな。さあまだか。痛い。まあ岩がどんどん剥げていってるっちゃ剥げていってるか。それいやでも一発が強いわ。なんかボロボロ。おお、なんか出てきた出てきた。え、マジで？こっからが本番？いや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 。どんだけや。ちょっと落ち着きだよこの場面では。まあ仕方ないけど。
たいな感じ。うわー、マジかー。2落ちきちいなー。あ、2落ちと3落ちしたね、1人で。こいつは攻撃か必須だな。これに隠ればやっぱ耐えれるんだね。大事だね、あれ。で、透明なブレスがあると。時間来るか。空港で止まります死ぬほどのやっぱダメージじゃないな。
サイド攻撃来るね。味方ナイスすぎる。されても大丈夫なように横に張り付いておくのがやっぱ大事だね。こんな感じ全然耐えれる。耐性高いか。ナイス。まさかの顔面かな。おお、そういう攻撃？おお、なんかナルトっぽいよ。今のは初めて見たやつだったね。変わりすぎでいいか、攻撃。
だ尻尾は切れないか。尻尾切れるのかこれ本当に。ついね。今やっと見たけど、おお、マジか、やっとか。30分。いやー。なかなかやったな。
あ、この音か、なんか音が鳴るなと思った。いやー、味方が強かった。てか、ライフたっけー。私とこの子の課題は永遠に謎だったわ。本当にありがとう。私編纂します。今回の調査と大いなる存在のことを全て。そうね。それにしても大変な課題だったわ。もう思い残すことはないし、ぽっかり穴が開いた気分よ。以前尊敬する方が言っていました。真実はすごい速さで飛んでいく。追いつきたいなら進むだけだ。そうね。次の課題は自分で探さないとね。おい、大丈夫か。怪我はないか。やっぱあんたすげえな。無事で何より。見事、あっぱれ。こりゃすごい。まさか地脈に干渉する存在だったとは。何やってるのよあんたたち。調査団としては我々は残る方針ではあるんだろうな。個人としては断固行くべきだろう。というわけで来ちまった。本当によくやったな。うん、よし、そろそろ帰ろう。なんと、そうきたか。おいっしゃー。おい、大事で。さあ、倒した。やっと倒した。最後のネルギガンってちょっとびっくりしたけどね。もう一戦あるのかなと思って。いや、長かった、ほんと。味方がすごかったね、広域化。いやー、でも広域化はちょっと
ちょっと考えよっかな。パーティープレイっていうか、素材集めるときにかなり良さそうだね。さあ、ということでエンディングですね。ここもいい拠点になったよな。そうね。最高じゃん。あ、ということで、無事クリアということなんで、また。先生が俺をかばったとき、冷静じゃいられなかった。やっぱり俺は総司令に向いてないよ。てっきりお前がやるもんかと思うんすけどね。もし俺が危ない目に遭った時、慌てたり怒ったりしてくれる人がリーダーだったらすごく嬉しいよなって。そう、お前しかない。やってくれ。アイルーの顔が。次の調査は。ああ、それなら。つまりレーゲーナの異常行動もイベルカーナや古竜たちの活発化も大いなる存在と関連していたんですね。そう予想できる。大いなる存在は地脈に影響を与える存在だ。地脈はあらゆる場所に通じ、生態系と密接な関係にある。奴の活性が生態系にゆっくりだが確実に影響を与え、それが限界に達してあちこちで異常が噴き出したのね。だとすると生態系はこのまま壊滅するしかなかったのでしょうか。いや、あの場にネルギガンテが来ただろう。自浄作用か。自然とは異常が発生しても自らの力で辻褄を合わせるもの。かの存在という脅威に対し自然が取った自浄作用が。ネルギガンテ、もっと調査する必要はあるがな。まあ調査団の行動も自浄作用の一種だったのかもしれん。自然ってすごい。ほらみんな食べてくれよ。次の調査に向けて力をつけなきゃな。次と何言ってんだよ、じいちゃん。ネルギガンテだよ。どこまでも追いかけるに決まってるだろ。次も頼んだぞ。知りたいこと、まだまだいっぱいあるよ。祖父が月の石と呼んだこれの謎も、相棒のおかげで解けました。あなたは希望の青い星。きっとこれからもみんなを導いていくんでしょう。だけどどんな時も私が一緒です。五匹の竜の話にもありますからね。星のそばには月がいるって。そうと決まればもちろん腹ごしらえですよね。乾杯。
おはよう。待っていましたよ。皆さんあちらに。この辺り。ナガバ。よし、来たな。それじゃあ、行こう。アン・イシュワルダ、へえ、かっこいい名前だってね。そしてゼノジーバーが活性化してると。え、どういうこと？ああ、これはちょっとこれ待ってね。さあ、まさかのギルドカードもらってありがたい限りですが、なんかまだ話がある感じなんで、ちょっともう少ししますね。あ、マジで？うん。どこまで行きましょう。ネルギガンテを追いかけて。まさかの終わりじゃなかった。さあ、どんな話が待っているのか楽しみではあるね。準備はいいか。違う。行きます。行こう。まさかね、ここに来てネルギガンテを追っかけると思いもしなかったけど。新マップ、ここに来て新マップが出てくるのか。でもなんか複合されてるような感じか、マップにしては。にしてもあのネルギガンってだいぶ獰猛な感じだね。
まあ、ちょっと追っかけますか。確かにね。ここに来て新マップはいいね。楽しみが増えるね。お、すげえ。陸サンゴになるんだ。へえ、すげえ。あ、でもモンハンに求めてたのこれだもんな。設営場所探せるんだ。そうだね。この地特有なんだ。相棒。行きますか。後ろだね。待て、これはあいつがいるのか。まあでもレースの登場だね。やっぱりか、神王が出たか。電気虫ね。で、次ディアブロも出てくるか。待て、神王が戦うの。
壊さない。立ち去るのか、マジか。しかもこれなんだ。いやー立ち去ったか。全然ジンオーガナ相手したかったな。まあただ戻りましょうって言われたし、戻るか。あーでも競り合いに帰還しないと話が進まない感じだね。ここは違う。マジか、ちょっと意外だったな。まあ、あの電気の虫が出た時点で予想はついたけど、あ、新しく出てる。導きの地へ足を踏み入れた。あー、導きの地ね。画面の左下と右上がこれで埋まったわけだね。いやー陣容が強いだろうね。なんなら武器も欲しいね、電気系はね。普通に戦えるのかな。なんかそのあたりも気になる。はい。リオレスのディアブロ、そしてなりライドウリュージンオーバー。ほう、骨や宝石か。ああ、はい。あの、もうそうだな、痕跡集めする必要があるのか。そうだな、一匹の血になりましたね。行きましょう。さあ、導きの地を探索せよということで、複数の地帯で構成されており、それぞれ影響し合う状態と。で、探索して特徴はモンスターの生態を調べましょう。マスターランクの扱い。探索で狩猟してもマスターランクポイントが貯まります。おお、そうなんだ。時間経過で大型モンスター入れ替わる。滞在時間を増やすには体力を減らすと。なるほどね。で、生息大型モンスター調査すれば地帯レベル、地帯レベルか。未知の強力なモンスターや歴戦のことを発見することができるかもしれない。特別な素材を入手してか。特別な素材もあるんだね。じゃあとりあえず採取するだけでも価値があるね。もうランク41か、結構上がったね。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。一応前回からまあラスボス倒してからっていうところから話すると、まあね、多分続けて配信してると思いますが、まあまあ導きの地とかね、一応ライブ配信であったり、あとは気まぐれで、そうだね、動画撮って投稿しようかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは、モンスターハンターワールドアイスボーンのご視聴、ここまでありがとうございました。まあ、攻略のヒントになるかもしれませんので、
まあ、体験の立ち回りですが見ていただけるといいかなと思います。いやちょっと武器も今後は変えていこうかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた別のゲームの世界で会いましょう。ほんじゃまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。